ございます。おはようございます。あやさきチャンネル満作ねどりしえにしのあやとさきでございます。今日は暑い違うか風やば重大発表です。何ですか、何デートの2024年3月1日現在ですね、撮影時。まあかねてよりの伏線ありき、いろいろとありまして入籍しました。これからもよろしくお願いします。お願いします。いや本当にこんなおっさんでもう出しちゃったけど、出したってもう遅いね。もう遅い、あのスピード離婚やば、1時間2時間それはないけど、そんなこと言わないの。ならない。これからもよろしくお願いします。お願いします。あの死ぬ時は俺が先だから。もうやめてよ入籍日に死ぬ話。まあ、あいちのが先行くからな。それは許さん、許さん。年齢なんて関係ないからな。関係ないよ、体ボーボーでボロボロ、自分壊すだよ体。やめろや。27歳と42歳、2歳まだやね、15歳差です。です。体重は100キロ差そんなにねえか。まあちょっと足が本日もまだ痛い、治ったんだけどね、2日前にまた痛くなってさ、まあまだ途中なんで向かいましょうか。はい、はい。まあ現在手続きの途中なんですけどね、婚姻届は出しちゃいました。転院届はまだでした。よく分かってなくてね、転出届がいりますよって言われてね。でもサイトでさ、もう結構調べたよね、こういう順番にやろうとか何やろう。でもそんなに書いてなかったけど、結構調べたけど書いてなかった。引っ越しとかもしたことがないからさ、この常識が分かんないっていう。例えばさ、派遣とかの住み込みとかさ、コロコロ変わったりするやんか、半年とかさ。ああいうのって毎回住所変更するの？いや、やっとらんやろ、いちいちやっとらんやろ。うわあ、やっぱトラブル後、今は手続きの途中でございます。愛知の住んでた市から転出届かをもらって、でうちのとこに今行ってるとこ、婚姻届はもう出しちゃったっていう。そう、本日は2021年の違うよ、違うよそれ出会った日だよそれ出会った日だよ。本日は2024年の3月1日です。2021年3月1日に2人は出会いました。初めてはお会いしましたって言いたいところなんだけど、実は一回会ってるっていうね。愛知は記憶にないですけど、ちいちは愛知を発見していたという。そうで、ちょっとちょっかいを出したと。その話はまあちょっと後でします。後でなの？後で。今違うとこじゃないの？違うとこ今じゃないの？追い抜かし禁止だぞ。逆走だよ、しかもこれ反対車線。やばいじゃん。しかも橋の上だよこれ。やば。まだ真ん中ぐらいだよ。真ん中のちょっと過ぎたぐらいだよ。ようやるわ。っていうようなやつは痛い目みんなわからんね。うん、足の一本なくなるとわかるんで事故って。でなんかああいう変なのまだ飛んどるけど、あかんない。うちらも雑談ありきてるから。雑談ありきですから。あの台本ないんで、いつも前、まあ、今更やけどさ、作ったって覚えれへんやろ。めんどくせえ。台本作ってんですかとかさ、ね、演出とかさ、めんどくせえと思って、ないもんはないね、カラスちゃん。カラスちゃん今日入籍しました。カラスちゃんに言うの。2021年の3月1日に初めて地位を紹介されて、壊れかかってこう見てくんないって。うん、心が壊れかけてた、壊れてた。いや、それ聞いてないよ。俺、壊れてる子って聞いたから。壊れてる子って何？人生が。頭が壊れてる子みたいな感じ。だから、いろんな意味で想像した。人生なのか、体なのか、心なのかっていう。うんうん、
ちょっと壊れちゃって、うん、今ちょっと大変な子なんで、あー、そっか、そう聞いたから、え、もしかして車椅子で来るとかさ、あそういうのも頭にあった。まあ蓄積だよね、もうちっちゃい頃からの性格と環境と、寂しがりや、もともとの性格的に、要はさ、発散の仕方を知らなかった、溜め込むことしかしなかった、その嫌なこと、うん、でその行き着く先が自分が我慢すれば周りはうまく回るんだっていうのを勘違いしてた。心が弱ってる時に求めてた直感はまるで逆だったという、ちょっと失礼かもしれないけど、見極めがもうそもそも間違ってた。だからその延長線で自分が通ってた美容院に勤めて、でそこの勤めたところのオーナーもちょっとヤバすぎて、ちょっとか、ちょっとじゃねえよ、普通にヤバいけど、ヤバい部類のランクだけで入れるなら、うん、中の長ぐらいだよね中ヤバいだけの部類を集めた中ね、やってることも元々の性格もだけど、それでもう蓄積がボーンなっちゃって、もう生きてる意味がわからない、しかもそれを否定までされてね、そう、もう言い出したらやめよう、やばいやばい、文句始まってまた文句バージョンになってくる。今日はちゃうねん、今日はちゃうねん、なんでそんな話になったね、今日はいい日やね、そうやね、記念日やね、出会った日であり、そう、入籍した日で、そういうことがあって2021年3月に会って、普通に霊視をしてもらって、霊視かなんか知らんけど、心眼なのか、まあ、全部やで、ほぼなんか神からの目線なのか知らんけど全部含めてオーラも守護様も見てもらって、お祓いまでやって、強化までかけて、呪いまでかけ直して、それは後日だ後日だ、その時は知らんかった、ちょっとごめんねって言って触れてる瞬間に全部してもらってたっていう、時間的にもさ、余裕がない時、うん、その時に見ないという観光がおるもんですっったら、うん、お得意先のその倉庫の人たちが総出で手伝ってくれて、うん、1時間ちょっとかかる仕事を、うん、もう10分かからずバーってやってくれて、ありがとうっっ、その荷物をもう本当に短時間で下ろしてくれて、うん、ありがたいと思って、この本は3秒ぐらい覚えとくっつっとで、まあその後ちょこちょこね、ケアするみたいにさ、様子見たりさ、連絡取り合ったりで、まあそれは慣れそめ系の面接でどうぞ、まだやってもいないけどどうなんこれ、上がるときはやるのかな、いやまだでしょ、まだまだか、ストックも全然さできてないし、2人で編集しとくからね、まあ主にあいち1人だけど、それ以前にあの風邪ひいたり、そうやばかった、もうね2人の不調がやばかった、花ちゃんのこともあったし、もう本当におー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 とね、本当にね、時間がなかったというか、で足がやばくて死んでて、それの後良くなったなと思ったら風邪ひいて2週間か3週間ぶっ倒れて、ちいちの移ったしマジで偉かった、普通に病院行って、耳鼻科な、耳鼻科行って耳鼻科お薬もらってね、お薬もらって粉薬よね、なんでいいよそれはいや飲めない人だって飲めないよ、大人だろうが子供だろうが仕方ないじゃん、ちっちゃいのは飲めるってだから全部ではないね、全部ではないって、ね、だってでかいのさ、普通の人でもえげつないのあるじゃん、分かる人には分かるけど、トラネキサムさんは無理あれかね、さすがに無理だねあれはでかいわ俺でもビビるで、あれはなんかどんどん脱線してるよ、おめでたい日からお口の話になったお口の話になったまあ、 あの体調不良だったのが、その立て続け、そう2月中旬くらいまでそんな状態で、はぁと思って、あもう席入れる日やん、どうすんのでバタバタして、うん、3日前ぐらいに急にまた足が痛くなって、うん、で現在に至ります、本日は2024年の3月1日でございます、はい、これからもよろしくお願いします、お願いします。さっきのお話の3月1日に会いました、
なんか違和感あるなと思ったんだよね、チーの中で。愛知があったことがあるっていう。あ、存在がね、うん、どっかでこの子会っとるよな俺って言って、その現初の時じゃなくって、もう現代でね、あれどっかでこの子、この波動、この雰囲気って、うん、その時にもう確信得たん？ないないない。確信得とんのはその会った後に1週間後ぐらいか、ね、3月1日会った後の1週間前後だったかな。で、ああこの子夢でやっぱ出だしたんやで。ん？それは現象のこと？現象の記憶が。じゃなくて。あ、一回会ってるっていう？うん、一回見かけてる言うとったんや。あ、見た瞬間に違和感があった。で、その光景は結構後。現象の方が先。記憶に蘇ったの。そうなんや。現象の時の姿と。シルエットだけだったっけどね、初めはね。こんな子おったなーっていう。うん、なんだったかな名前って呼んで、初めはあのメッセージのやり取りだった、うん、それが合うようになった、うん、そうするとだんだんそのシルエットが色づいていくのよ、うん、あ、色づいて、ある程度色づいた時に声まで思い出して、うん、そうすると性格とかそういうのも、ああそうそうそうっつって、うん、で昔のその現象の思い出とか、うん、こういうことあったとか出てきたら、もう顔が完全に思い出したっていう、色波とか毛並みとか、うん、そうだよね、あー大変だったこの子みたいな延長やっぱり、延長ではやっぱ姿形は違ってもさ、性格はよう似とるもん、うん、人間としてさ、弱さが引きずられとるにしてもさ、うん、その行動原理とか考え方はやっぱそっくりだもん、うん、ねよう説明したりゃ、昔こんなエピソードあったずっと自分で納得やろ、うん、こういう出来事があったって言われて、あ、自分だったらその時こういう行動しそうだなとか、今だったらこうだなって言うと、まあ、そのまんまとかね、そりゃそうや、そりゃそうだ、変わるわけないんだ考え方は変わんないんだよね。そう、でその後にそう、この先後にちょこちょこ会うようになって、半年後、1年後ぐらい、1年以内だよね、うん、確かこういうことあったよな、確かなと思って、うん、でだんだん思い出そうとして考えてって、ああそういえばあそこでこんなことやって、あの子やなきっとつって、うん、ただ駅名が思い出せるのだよね、多分駅のはずなんだよ。記憶を覗いた時に、その愛知の目線でチーがいたんだよね。そう、そしたら遠くの方で俺がその霊気と気を飛ばした時に反応したら遠いんやで、うん、遠かったんやで、で線路も反対側なんやで、それなのにこっち振り向いて、もう真っ正面でキョロキョロすんじゃなくて俺の方振り向いて、なぜかお辞儀して行っちゃったっていう。なんで知らん人にそんな霊気とか飛ばすんで。いや気になったから、気になったから別に攻撃じゃないから気づくかなみたいな、うん、人なのかなみたいな、人なのかなっていうのもあったかな、 あやかしなのかなっていうのもあるし、その前には酔えんだよなと思って、うん、まあいろいろ考察はしとったよその時は、うん、あとはまあ今のねあれやけど、現象のを探しとったっていうのもあるよね一時期。ああ、その時の存在とか、そう、それに反応すればもしかしたらみたいな、そう、何かあるよね俺のつながりが。じゃあ何人かにはしてるってことか。してるよ。気づかないな。気づかないね、ほとんど。そう今はやらんけどさ、うん、昔はあの名古屋駅の南の方、南北どっちか分からんけど、ソフマッチョがある方、うん、通じるんかい通じるんかい、ソフマッチョがあるとこの大きな、うん、あのスクランブル交差点みたいになっとるとこあるんで、うん、角にゼリアがあるんか、うん、サイゼリアが、そこんとこであのちょっと1時間2時間ぐらい入り浸って、うん、スクラム交差点行く人たちに気を投げたりさ、うん、あれ幽霊おるっていうみたいな感じで、うん、あれ人じゃねえみたいな、うん、それでもやっぱ俺に反応はほぼしない。あー、そっか。する人はあやかしだった、やっぱ。あー、そういうことね、ゾクみたいな。そう、ゾクっつってキョロキョロしだして、うん、俺を捉えた瞬間に、うん、バッて消える。あー、そういうこと。バッと消えたりダッシュで逃げてくる。それはエチに
そうやったらキョロキョロしずに俺だけ見て、なんか 1,2 秒なんかはもう時間的にはちょっと分からんけど、まっすぐ俺を見つめて頭下げてすぐ行っちゃったっていう、うん、ビビるんだけだったら逃げていくじゃん、それなんか頭下げたからね、敬礼、敬礼、敬礼じゃないけど、原初の時からの関わりがあるからあ、敬意を払ったみたいな。そう、でも原初の時もさ、G が、まあ、展開側のトップでやっとったじゃん、でこっちはまあ人狼としてさ、全然位が違うじゃん。まあ違うね、上下関係とかは気にしないとしても、その力の強さとかさ、違いすぎるよね。ボコったからね。人狼としてなぜ地位の旅に加わったかっていう、それもちゃんとね説明してあげたよね。こういう光景で。それも言っちゃダメ。それダメ。なんで？ダメ。ダメダメ。現象の話はなるべくしない。なんで？ダメ。ダメよ。仲間に入るのに戦ったってことだよね。そこに入るのにじゃない。おいたをしてたはぐれ人狼がいました。おいたって言うと聞こえは悪いですやっぱ一族から追放された人狼ちゃんがいて、生きるために狩りをしてた。でもその狩りをしてる先がいい狩り場を見つけちゃった。それはなんと牧場だったとやば今で言うね牧場、昔は牧場じゃないけど、3日おきとか4日おきに襲いに来るんやで。おいたしとるやねえか生きるため、それに気づかなかったのかな。いい狩り場だと思っとっただけで、それの討伐依頼があったと、うん、で俺ら以外にも何人か行ったんだけど帰り討ちにあったと。ああ。でたまたま旅の途中でうちらに泣きつくというか、その村がね、様子見てからねっつって、で行ったら事情的にそのなんで追放されたのかが分かんないんやて。でも一族では強すぎたっていう、まあ意味嫌われたのかなって、強すぎたからゆえ、うん、放浪するように生活をする、食べるものがないから狩りをする、で狩りした先がまずったとそれを俺らのパーティーが行った時に襲ってきた。で当然武器やらうちらは持っとるけど、愛知の現象は拳やん、爪と拳と覇気と、うん、霊気じゃないもん、霊力じゃないから波動気功ってやつだよね。仕方ないから俺が全部武器防具外して、おい来いボコったいい勝負だったやろ。いや全然、手加減しとったの。しとるよ。でも一撃の致命傷は避けなきゃやばいのはどんだけでもあった。あ、強いのは認めてくれる。まあ強いのはね、むちゃくちゃだけどむちゃくちゃもっと洗練しろって教えたのにさ、全然覚える気ねえし頭に入んないのよ。結果が良ければいいみたいな、考える頭がないのよこういう風にやれば効率が良くなって鋭くいけるとか言っても、なんかちんぷんかんぷんでで拳でボコりまくって一瞬逃げようとしたんだけどね、うん、逃げようとして俺が挑発したんやって、うん、今の現代風で言うと、もう敵の前で後ろ向ける、負け犬とっとと逃げれば死ねばとかね、うん、そんな煽りをしたんやそしたらカチンと来て向かってきてそれでもボコって、うん、急所にならんようにね、怪我とかはさしているけど、うん、力の差を歴然と出して全て拳で対応して。だってそれさ、討伐依頼来とるんだからさ、うん、もう殺せばいいじゃん。だって殺したくなかったもん。なんでやねんなんでやねんっていうか、理由は理由じゃん、仕方ないじゃん。何理由って、生きるためでしょ、快楽のためじゃないじゃん、うん、まあ綺麗事と言われたらあれかも。そう、それに殺すのは惜しいと思った、うん、で絶対服従を誓わした。もう殺されると思っとったよね。足腰まで畳んぐらいまで疲弊させたから、うん、もう息するのもやっとっていう、うん、で最後に、まあ俺と一緒に来ないかって言って、そう言うとなんかプロポーズみたいになるんだけど、うちらのパーティーに来ないかってことだからねその時はね、夫婦とかじゃないからね、そうパーティーとして共に旅をしないかっていう、うん、まあ当然な目的の旅があったんだけど、ね、その時にタニアンはもうおった。
あん時はどっちが先なの？いや谷は先だよ。あ、じゃあもうおったんだ。でもその場にはいなかったはず。あ、ずっと一緒におるわけじゃないのか。入ったり離れたり入ったり離れたりで、ちょっと用事あるから抜けますみたいな、1時抜けますみたいな、あ、おいいよ別にみたいな。でその村にとっては害は減ったけど、うん、討伐依頼をしとるから殺せと。まあそうなるよね、うん、でそしたら村人たちがクワとか持ち出して殺そうとしたから、うん、やるな俺からだよつって俺を殺してからこの子殺せつって。次やろそう。ほんでその時に術式発動して空間の全員の足を凍らしたっていう、うん、恐ろしい。でその時にこの子が粗相した時は俺が責任持って首跳ねるからっつって、その時にまだ後ろで震えとる状態で、うん、座れっつって座らして、うん、宝剣、まあ霊力と気で作った剣で振り向きざまに一閃で、もう鼻先をかすっただけっていうかさ、うん、もう髪の毛っていうかちょっと切ったぐらいで、うん、それでも微動だにしなかった、うん、覚悟できてたんだよね。そう、もう覚悟 でこれでもいつでも殺せるよなって俺が振り返ってさ、うん、ニコッと笑ったら向こうが納得したっていう。それでさ怯えたり逃げたりしたらさ信用が減る、まあ、だからなんていうの、その時にもちょっと俺はかけたっていうか、うん、これで逃げるような子だったら、うん、やっぱその程度だったんかなっていう、生きるためとはいえその程度で終わっちゃうのかなっていう。でも逃げもしずに微動だにしないで、うん、ハラハラハラって数本切れただけ、うん、でその村は納得してくれて、まあ、旅の仲間に入ったと。大変なお荷物が増えたと言うこと聞かないわ、特攻するわ、あの広範囲攻撃はするわ周りを考えずに攻撃して。でも結局さ他のみんなのメンバーのマスコットみたいにさ可愛がられてさ、その人懐っこいというか可愛らしかったもんね、人道とはいえさ、みんなを抱き枕になったりねまあ後々の話的にさ、すんごい可愛がっとる子、お姉さんみたいな人もおってね、うん、人狼山でそんなさ毛並みとかそこまで気にしないんやで、やっぱポロポロになってもさ、うん、水浴びもさ平気で一人で裸になって飛んでったりさ恥じらいというものを知らないというかね、うん、そのお姉さんがとある理由で仲間に入った時に、まあうちらに入った仲間ってのはさやっぱ傷ありというかね、うん、そういう子ばっかでさ、うん、その人もまあいろいろあって仲間になって、そしたら一段と可愛がるようになってさ、うん、解いたりさ服髪の毛とか尻尾とかで、まんざらでもないみたいな微笑ましかったよね、見とって、うん、ただ夜になるとさあの女性陣の抱き枕になるのはちょっと苦しそうだったよねたまにさやっぱ様子見に行くんやで、夜中とか交代制でさ、うん、そうするとさ3人4人に捕まってさ、でもあいちはさ起きとるやで、苦しそうにこっち助けてって訴えるやで、うん、で助けてくれ助けない、なんでやね頑張れみたいな目でさでみんな寝とるからさ、うん、あの蹴飛ばすとかさ、うん、うなるとかさ噛みついて逃げようとか言うこともしないやで、うん、吠えようとかみんな寝てるから、うん、そういうとこ思いやりあるんだよねって、うん、本気で嫌なさ吠えたりさしやいやんか、うん、それを我慢するんだもん現象の旅は大変だったけどね。でもたまに抜け出してチーチンとこ行っとったよ。そう、気づいたら俺のお腹の上寝てるってなんか暑くて重いの乗っとるなって思ったりでたまにそうやっておらん時で見回りしたらさ一人でなんか獲物買ってピチャピチャ食っとったりね怖えよってなんかえらい話が昔の話になってるけど、うん、そんな話を物語にしても面白いのかなって、うん、本とかさ本にしたいよね。あれか、しれーっと書くか、うん、あの名前を公表しずにしれーっと販売して、うん、10巻ぐらい超えた頃に作者は俺です言うかなんかどんどん話それとるよ。隕石の話から、隕石からの話から、人間に生まれた理由は言えないけど、なんでかも分かっとるけど、うん、人間の存在意義とかもね、うん、なぜ存在するのか分かってますよ。言えねえわタニヤも出会ってアイチーも出会って
地位からの縁のつながりの意図は見えないけど、谷谷と愛知のつながりっていうのは見えるから、うん、初めて会った時にその糸がすんごい太かったんだよ、ね、そう、初対面のはずなのにこんだけ太いから、あれ俺に隠れて出会ってるみたいな。出会ってません。2人して俺に嘘ついてるみたいな。はめてる俺をみたいな。すんげえ度胸じゃない。地位のさ本質知っとる2人がさ隠れてやると思う。だからねっていう、そのマガンとか心眼使えば一発で終わっちゃうんだけど、うん、それを使うイコール信用してませんだからね俺、うん、だから使いたくない極力というか。でも結局その原初でのことが分かってるから、うん、ああそういうことかみたいな、原初からのつながりの意図。そうだって初対面でさあそこまで太いっていうのはさよっぽどだもん、うん、俺からはほんと見えないんだよね。自分のオーラすら見えないし主語も見えないし、ね、見えないし、そういうもんなんじゃないの。自分の主語は見えない、うん、だからこそ俺はあやかしの里で見てもらったっていう、うん、いろんなさその有名どこの霊媒師だとか能力者とかに見てもらったけどバランバランなんやで、うん、せめて何個か被ればなとか思ったりしとったけど、うん、何でか被らんのやで。前世のあなたは前世はこういうものですかさ言われてさ、うーんっていう感じで、へーすごいですねみたいな。転生1回目やろ人間はね。人間としてはね、うん、だから小学生ぐらいまではさやっぱみんなの言うの言うようにさ中二病だとか、まあその頃中二病って言葉あったんかな、妄想癖なんかな、うん、結構言われとったよ。見えるだとかさ神様見えるだとかさ、うん、散々言われとってさ自分でも頭俺おかしいのかなと思っとったもん、うん、でもあまりにも一貫性があるし、うん、記憶もちゃんとしてるし、うん、物事の理屈もそうだし喋ってくれる幽霊さんもいるし、うん、じゃあこの喋ってくれる幽霊も俺の妄想みたいな。そうなってくるよね。周りがあまりにも見えなさすぎて。だから本当に小学校まではその家族とか一族のバトンもあったけど、うん、友達呼んでいいのか知らんけど同級生とかさ、うん、そういうのにもよく言われた、お前頭おかしいとかさ、うん、それでもうーんと思って、まあ結果的に自分の信念貫いた結果、そう革新的に変わったって言ったらおかしいけど自信を持ったのは、うん、10歳ぐらい11歳か10歳ぐらいの時にもらった消えゆく神様からもらった力、うんうん、もともとあるよ、あのもらったからこういう力じゃないか、もともとあったのにその仲良くなった神様、今思えば神様なんやけど、うん、精霊、うん、最後消える前に力をくれた、確信になったって感じなんじゃない。 それが確信になっただけだって、それをもらった後に明らかに力増えたもん。もともと力があったのが不安定だったの、うん、莫大的な力があったんやって。それあれじゃないの、精神体が不安定だったから心が、うん、そんだけそんなもん違うとか言われたから、うん、でも確信につながったから精神体が安定して心機も霊気も安定したっていう、そっから安定したって、その心機と霊気が、だからもらったという言い方は正しくないのかもしれない。この話もその視線とか何今の微精霊からもらった、あ、そうやね、じゃあお役所に着いたので手続きを再開しますか。はい、なんかそれらしい話をしたか。わかりません。ってことで今回はおめでたいお話でご報告というか、今世では夫婦になりました。これからもずっと夫婦。夫婦でしょ。あ、違うの。転生はしないよね、もう。転生しないよ、俺は。もうこのまんまだよね。このまんま。二人が死んだら。地位は天界に戻って、愛知はあの世を頑張って移動して、その後は妖精だ。なんで？いつから妖精だなんて、この間と言っとることちゃうやん。
いやだからすぐ来れるかっていう保証がないっていう。それはそうだけど、うん、いずれはいずれは、うん、展開側に引っ張る予定だよ。よろしくお願いします。あちらに行っときゃお願い。アンさんホニャララさん、アンさんオッケーとか言ってるよ。オッケーっていう言葉はないけどめでてくれてるから。うん、ではお疲れ様。お疲れ様さ。